ローしました、ありがとうございます。こんばんは。はい。なんだろう。こんばんは。あ、そうね、朝、そう、朝地震が茨城かどっかであったっぽいんですけど、私ちょうど朝レッスンだったんですよね。だからあ、すごい、サラマッパタンゆりなちゃんだって。なんか私レッスンに行く途中で電車に乗ってたんですよ。で電車に乗ってて、なんか普通にイヤホンして振り振り見てたんですよ、あの公園ので。見てたら急にブーブーみたいな、あの地震速報が乗って、あの電車の中のみんなの携帯がブーブーブーってなって、で電車がなんか安全確認に、ね、一旦止まったんですけど、なんか大丈夫そうっていうのでもう一回発信して、そうそうそう、すごいびっくりしました。でもその後特に何もなくてよかったなと思って。皆さんも大丈夫でしたか？車安定、あー車中とかですね、結構ビカーンってしちゃうよね、危なってなっちゃうから。食べましたかは、マカオンだって。あーわ AWAK ってなんていうの、あわ、ほぼローマ字読みなはずなんだが読めませんね。あわ、あわすだマカオンだって。食べましたかなんだ、あわAK、 あなたは SUDAH、 あなたはいますか、ちょっとMAKAN 食べた。おお、あなたはあーしましたか、食べましたか、そういうことか。なんだっけ、あわすだすだまかんかんKAN、 なんかさ、なんだっけな、疑問名詞とかに疑問の時に KAN がはずつくみたいな、 KAN がなんか名詞か、なんだっけな、何な、な、何してたっけ、助動詞に NKN つけて疑問詞を含む名詞句の後に KN をつける、カン、だからさっきもマカンってことか、そういうこと、あーね、そういうことか。ただね、マレーシアの文法が全くわからないんですけど、マレーシアの文法って英語と一緒ですか、 SVO、中国語とかと一緒で SVO 縛りでいいってことですか。なんかさ、なんかさ、
名刺がすごい飛びかなんかすごい位置に名刺があったりとかさ、よくわかんないんだよね。文法がマレー語の文法が全くもってわからん。テレマクシー、あーでもそれわかる、意味わからんけど。なんか文法が分からんくて、なんか調べたんだけど文字でいっぱい書かれすぎてて理解ができなかった。なんかやっぱ誰かに教えてもらわないとマジで分からんわ。なんか自分で調べてもよく分からん、理解ができんからなんかうんって感じだけど。そう、ありがとうございます。さあさやが自分ってことだけは分かった。そう、私は食べなかった。さやさやブルームベルームマカン、否定なんだ。否定ってさ、なんか中国とか語だったらさブーなんだよね。例えば私は行かなかった、ブーチューとかなの、ブなんだけど、そのあのノイコールが英語の何になるのか分かんないけど、ね、しなかしないっていうさ否定のやつだとさ、英語だと何、ノットとかノーとかのさ、その値あたその値するのってマレー語って何に値するんだろうって思っているんだけど、なんか勉強の仕方が分からなくて、とりあえずなんか調べて勉強してるんだけど、勉強の仕方が分からない。なんか効率、私勉強今まですごく効率が悪い勉強しかしてこなかったから、時間がないから、なんかどうやったら効率のいい勉強になるのかが分からない。勉強の仕方がよくわからないまま生きてるからちょっとやばい。とりあえず何かしなきゃと思って頑張って勉強してるんだけど、なんかそれが方法が合ってんのか合ってないのかちょっとわからん。3月SSNGATGAT とてもとてもとても、あーとてもね、これはとてもっていう意味なのね。とても COMEL COMELかわいい、その心は。サガチョメンって聞こえる、サガチョメンって聞こえる、サガチョメン合ってる。なってへえ、とってもかわいい。だってあなたはににとってもは半あ半に半くわいにジェンか、あれ中国語はジェンかな、違うな、あれなんだっけな、くわいはかわいいで合ってるはずなんだけど、フェイちゃんは非常にっていう意味だった気がするから、その真ん中ジェンは本当にだったわ。とてもってなんだ、合ってんのかな、とてもとか非常に
でもの E イコールの言葉よくわからんな。半がとてもか。あ、半で合ってるって。半、半ハウチみたいなこと。合ってんだ。ジェンが本当にで、フェイちゃんが非常にでしょ。何々すぎるがタイラだから。ニータイクワイラって言ったらあなたは可愛すぎるってこと、ね、あーやばい、もう言葉が喋れないとお話にならないので、うーん難しい難しい、数年ぶりのお勉強ですね。そうで、そうなの、何の話してたっけな、特に何の話もしてないんだけど、そう、あ、とてもね、とてもとても、あ、ちょっと待って、さんが正面、とても、やっぱ単語を覚えるべきかな。とても、あ、待って、とても、さんが、さんが、シータ、さんが、シータ合ってる、これ音、とても美味しい、可愛いって、そう、著名がかわ、そう、まあそう、美味しいはね、大切だから、そうそうそう、そうなの、うね、ちなみに中国はハンハウチーだって、とても美味しい、ハンとても好む、チー食べるらしい、マカナンが食べ物なんだって、マレー語は。じゃあとても美味しい食べ物ってさ、サン、この音がわからないんだな、難しいね難しい、頑張りましょう、もはやもう頑張るしかね、道はないのですよ、とりあえず会話にならんとお話にならん、参考書を買わなきゃ、なんか使える言葉みたいな、あと英語でなんかとりあえず「もう一度お聞きしてもいいですか?」って言って「I beg your pardon」って言って、その単語を説明していただけませんか、 Could you explain that word?
っていう。あともう少し、言う少し話していただけますか。Could you speak more slowly, please?この辺さえ分かれば、なんか分からんかったらとりあえず聞き直すっていう。そうあとは I don't have to say in English っていう、英語でなんて言えばいいか分かりません。ここ変えればいいんだよね。 I don't have to say in なんちゃらちゃらちゃらちゃってなったら、何々で何て言えばいいか分かりませんっていうふうに言う、うん、あとは You know what I'm saying って私の言ってる意味分かりますかって。この辺を頑張っ覚えてとりあえず、よし、ね、あとはガリッリバー、あとサウンズグッド、真夏のサウンズグッド。そう、そう、とりあえずね、とりあえず、いやいや楽しみとかじゃないのに、喋らないといけないから、お話にならないから、こうやってお話をしてるっていうことができないって普通に無理なことだから、喋れないとお話になりませんから、歌もあっちの言葉だからお話になりませんわってなっちゃうから、とりあえずマレー語を頑張ってどうにかこうにか覚えつつ、あ、そう、3、大体字幕が3つだから、英語、マレー語、中国語だから、マレー語を一番最初に覚えて、でなおかつ、まあ、中国語ちょっとやってたから、なんかその雰囲気分かることぐらいは理解がしたいなって思ってて、まあ、一番ね英語を覚えるのが世界的にはでかいんだが、しかしもう全部やってたらマジでどれもできなくなっちゃうから、とりあえず一番はやっぱりマレー語、マレーシアに行くからマレー語を喋れないといけないので、一番それを先に覚えたいなとは思ってて、とりあえず時間がね本当にないので、決まってからっていうか、行くっていうのが確定 してから時間がないので、とりあえずそのできる、うん、方法は分かんないですけど、とりあえずね調べるだけ調べてね、やるということをねやらないと。そうなんです、何しろ今私ゆりさん公演のレッスンも毎日やってるので、それもちょっと覚えないといけないんですけど、そうなんですよ、それもね、そちらの歌とダンスと振りもね、歌とダンスと立ち位置もねちょっと覚えないといけないんですけども、言葉も覚えないといけませんので、ちょっと覚えることがそうですね、頑張ります。とりあえず春子終わってやった終わったって思ったんですけど、よっしゃー一旦覚えることと思ったが、しかしまだ続いていた覚えることは。そうなんですよ、これがねまだゆりさん公演初日出てたらもう言葉の勉強に専念できるんですけど、特に覚えることがないのでこの期間なんだが、しかし今ゆりさん公演覚えないといけないというのもまたありますので、そちらもちょっと覚えませんと劇場に出れないとやばいので、皆さんね劇場会いたいでしょ私に。そうそれのレッスンも毎日今やってて、明日も朝からあるんですけど、だから今日も帰ってきてちょっと勉強して、ただね勉強の仕方がねひったくそなんかね、すっごい時間かかってんのに得てるものが少ない気がして、勉強とは難しいなぁと心底思いますね。
大学ぶりとかに勉強なんで。でもなんかその大学でも勉強、英語の勉強とかだともうしてないので、高校まで下がるんですよね。そう、勉強の方法忘れてた。なんか勉強のいい仕方、ん、勉強の仕方の効率の良さの、効率のいい勉強の仕方って言うんですかね。なんかアドバイスあったらちょっと教えてください。何がいいんだろう。でもやっぱ目で見て口で言って耳で聞くのが一番いいですよね。そうですよね、確かに。いっぱい動画とか、動画見つつ参考書見つつが一番いいかな。うん、とりあえず参考書を買おうかな。なんかこれだけ覚えておけばグッジョブみたいなさ、あるじゃん、薄い本みたいな。なんかとりあえずそれからなんか使える、日常会話のこれだけ覚えとこうみたいなやつ、とりあえずそれをまず覚えてから細かいのをやっていこうかな。ちょっと調べてみます。ありがとう、教えてくれて。通訳機を買えば、なんで？そう、うん、でも英会話より私はマレー語を先に覚えないといけないから、マレー語マレー語ね、先に覚えます。とりあえず本当に言葉の勉強から逃げてもいいことはないので、そうです、近づいて行く時はね決まっているので。そうなんですよ。あ、そうだそうだ、あとあれですね、何でしたっけね、ね、挨拶からね、確かにサラマッパターンしか言えない。挨拶いっぱいあるんだよ、ばっかりみたいなやつも。自己紹介は載せたじゃん私。あ、みんな見てくれましたか、私頑張ってマジ本当に超簡単な一言の自己紹介だけ載せたんですよ、動画に、 X に。中国語と何だっけ、マレー語の2つを濡れましたね。サラマッパギーがおはようで、サラマットゥンガーハーリーがこんにちは12時から14時の間、サラマッパターンがこんにちは14時から夕暮れで、サラマまあ落ちてるんだけど、ランうんうんうん、ちょっとんの発音わからんのだけど、おやすみだって。サラマッティンガーがさようなら、サラマジャロンがさようなら、かな。ジュンパラギがまたねーだって。
アパカパが元気ですか、カババイが元気です、トゥンカシ、ありがとう。イエーイってね。とりあえずね、あ、実感は本当にないんですよ私まだ全然。なんかやっそうなの、なんかね正直ね本当に実感湧いてないです。全然行くっていう実感ない。いや、いい意味でですよ、もちろんいい意味ですよ。そうだけど正直まだ実感がね全然にないです。それは今 AKB としてのこの公演のレッスンとかで忙しかったりとかもするし、春子もあったりとかしてバタバタしてるっていうのもあるし、なんかあんまり実感がないですね。ただもうすぐなんで、本当にすぐだと思う。多分こんだけバタバタしてるとバタバタ、うわ忙しい忙しい忙しい、でも行くってなっちゃいそうで、そう。そうなの。だからすごくなんかまだ私自身は実感が全くないですね。なんか一回行くからっていうので例えば下見みたいな感じで一回行ったりとかするともっと実感が湧いてくるのかなとは思うんですけど、なんかなかなかまだまだ実感は本当に湧いてないです。うん、なんならつい最近行くってことが決まった時の方が実感というか、なんて言ったらいいんだろう、ありました。うん、そうなんですよ。だからうん、アイドル状態？待って、アイドル状態ってどういうこと？翻訳機の訳し方がおかしいな。アイドル状態ってきちゃった。ちょっと待って、訳機が訳になってなさすぎて、な、どう、あれなんだろう、どういう意味なのだから。しかしね、ね、全然話が進まなくて申し訳ないんだけど、何の話してたっけ。何の話してたっけね。何の話してたか忘れてたけど、まあ、特に内容のある話はきっとしてなかったんだろう。まあとりあえずですね、明日のバズリズムさん、20何時だったっけな、25時半とかだったかな、そうにね、出させていただきました。ありがとうございます。実は、ま、本当にピンチヒッターで出させていただきまして、これを
収録した時がまだハルコンの投資リハをやってたんですよ。その時に投資リハをやってる時にあのマネージャーさんからちょっともしかしたらみたいな、あのバズリズムさんの収録この後あるんですけどみたいな、出てもらうかもしれないですって言われて、えっだったらなんか大森ちゃんの私立ち位置で今回出させてもらったんですけど、ちょっと大森さんが体調不良で、本当ですか、ちょっとはい多分出てもらう形になるかもしれないですって言って、あ分かりましたってなって、で投資リハをやってたのね、だから投資をやってたんだけど、もうそれをカラコンウィンクの大森ちゃんのポジションを覚えないといけないからって言って、投資リハをとりあえず一旦やめて先生のところに、ちょうどね投資リハのところ先生がいらっしゃったの、カラコンウィンクの振り付けの先生がいらっしゃって、で先生のところに行って、あの覚えないといけなくなりました今日の収録でみたいな、で教えてもらっていいですかって言って教えてもらって振りを、でカラコンウィンクってびっくりする立ち位置が多いんですよ、めちゃくちゃ立ち位置が多くてすごいね、それが結構大変だった。2575の世界がすごく多くて、そうね、教えてもらって1時間ぐらいで教えてもらって、であとそう、あと何十分後にはもう出ないといけなかったから、そうもう教えてもらって1時間ぐらいで教えてもらって、あとはもう動画見ながらイヤホンして、そう元シリハはもういいやと思ってやって、そう覚えました。サビの振りはね、そのハルコンでやってたので、まあその向きとかあのあれが違うっていうのはあるんですけど、あのヘイゼルケイの瞳がどっち行くかとか、まあ、結構あるんですけども、歌振りだったりとかその他の振りだったり立ち位置だったりとか結構複雑なので、そうそれをね覚えて、で急遽だったからメイク道具も持ってなかったので、メイクさんにメイク道具全部お借りして、そうお借りしてあのメイクして、でも私歌番組に出させていただいたのが何年前、2年前3年前のカウントダウン TV さん、カウントダウン TV ソライブライブぶりだったので、あのめちゃくちゃ久しぶりだったんですよ、歌番組っていうもの自体が。だったからすごい緊張してって、めっちゃ緊張してるプラスアルファ1時間で覚えたから、なんかできるかなできるかなみたいな、ウィーみたいな感じで、でみんなさもう自分のポジションでさ、まあ結構こうやってる人たちの中に一人だけなんか初めましてみたいな来ちゃったから、やばいやばいと思って、みんなに迷惑かけたらあーと思って、いやどうしようと思ってめちゃくちゃ緊張してて、なんかその最初リハとかあるんですよ、カメリハとかやった時にあのめっちゃ緊張してて、顔がもう必死すぎてなんか本当にもう歌番組にも別に慣れてないし、もう久しぶりだったしね、振りもささっき入れたばっかりだから、もうガッチガチに顔固まっちゃってて、でそれでダンスの先生とかマネージャーさんとかにも今日って顔が硬いって言われて、そうめっちゃ必死だったの私、結構必死で、そうなの。でもなんかマネージャーさんとか、いやでもそらそうだよなみたいな、さっき覚えたばっかだもんみたいな、仕方ないよみたいな、そうでも頑張って、あの収録のしたやつはね、あのちゃんと1回はちゃんとウィンクしました。あのね合計でね私3回ウィンクしたんだけど、でも多分分かる、ウィンクしたなって分かるのは1回だけかも、うんですね。そう
でもすごく嬉しかった。マレーシアに行く前に歌番組に出たいっていう目標を叶えられたので、すごくなんだろう、なんかこうなんだろうな、難しいんだけど、なんて言ったらいいのかな、大森ちゃんが体調不良で大変だったことはあれなんだけども、ね、そのでも、まあ、私自身ピンチヒッターで出れたことはすごく嬉しかったです。行く前に一度その出たいっていうものが叶えられたので、そうはい、なので急遽決まった代打だったので、別になんかそのなんだろうな、何かがあってこう入れ替わったってわけではなくて、シンプルに大森ちゃんが体調不良で出れなかったから私が出たっていうだけです、はい、はいはい、普通に選抜揃えば選抜でしか出さないので、基本ああいうシングルってね、選抜って、そうだけどすごく出れて嬉しかったし、衣装もめちゃくちゃ可愛くて、大森ちゃんの衣装をお借りしたんですけど、めっちゃ可愛かったです。すごい大森ちゃんの衣装なので、まあ大森ちゃんってもう可愛いじゃん、ザ・アイドルっていう衣装なんだけど、それをね、まあ、私メールにはもう写真載せたのよ、ファンの人に。髪型とかもなんだろうね、分かってもらえるように写真載せたの、探してもらえるようにっていうので載せたんだけども、なんかすごいアイドルしい可愛い衣装で、多分アイドル人生って割とあんなに可愛い衣装も着ることが基本的にないから、めちゃくちゃ可愛くて、でもメンバーとかがなんかすごい自分の衣装っぽいですよみたいな、そう全然違和感ないですって言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。なので明日ぜひ皆さんバズリズムさん見てください。私はもう録画しました。皆さんもぜひ録画してくださいぜひぜひ。そうぜひチェックしてください。本当に最後に出れてよかったです。そうですね、サイズ的にも身長もねほぼ一緒ですし、体型もほぼ一緒なので、全く足す引くなしでぴったりでしたぜひ見てくださいそうぜひぜひ。はい、じゃあそんな感じでね、まあその他にもね、私のファースト DVD ね、仰天のはすごいんです、もうぜひお予約受付中なのでよかったら、あとオンラインお話し会と握手会も明日の12時まで予約受付で、いつ日かのね、一つだけ完売が出たんですよ。この他もね、ぜひぜひ、もうマレーシアに行ってしまう前に、そのね、もうマレーシアに行ってしまったら本当に寂しいですけども、直接会うことって減ってしまうと思うので、ぜひね、私の顔を拝んでいただけたら嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひたくさんの方と行く前にたくさんお話できたらいいかなというふうに思っております。っていう感じかな。それのそのもんかな、告知はね。そうですね、まああとは普通にエイトの、あ間違えた、エイトじゃない、エイトでした。私たちが加入して10周年の公演と、卒業日がりんちゃんの公演と卒業公演とありますので、ぜひそれもねやらなきゃ、やばいやばい、覚えないといけないことがいっぱいだ。頑張ります、イエーイ。じゃあそんなわけで、ランキングを読みたいなと思います。13位ジェイカネコさん、12位シンドさん、11位ヤングさん、10位ピアノマンさん、9位岡山さん、8位近いしゅうさん、7位秋彦さん、6位ハルトラさん、バズズ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 ズ
私がブサイクな顔で止まっちゃったじゃん。バズリズム出れてよかったね、泣いてるなぁ。だって、ほんまに泣いてますか。ありがとう。5位ナッティさん、4位サングラスのおやじさん、1位推しです、ありがとう。3位メトロポリスさん、2位ワイマツさん、バズリズムのイリナちゃんの優勝、あ、ありがとう。そして今日の第1位はザックさんです。目指せクワドリンガル、4カ国語話せる人だよ。だって、すごい。でも私日本語すらもちゃんと喋れへんから、ちょっと正直今1カ国語目と言ってよろしいのかどうかってすごいみんなに言われんねんけど、あははは。まあでも一応私あのサヌキ弁と標準語喋れるんで、しょうもな。はい、そんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日はねレッスンがあるので、レッスン終わったら配信しようと思っていまーす。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。